三越高松三越株式会社高松三越は、香川県高松市内町で営業する、百貨店及びその運営会社。香川県で、唯一の日本百貨店協会加盟店舗である。三越伊勢丹ホールディングスの完全子会社である。1931年、三越高松店としてオープン。三越として、中国、四国地方発の出店である。 出店以来、琴と河原町ビルに、琴と総合及びその後継テナントである、高松天満屋が存在した期間を除き、高松市内唯一の百貨店である。1945年7月4日の、高松空襲では、近くの114銀行本店と共に焼け残った。しかし、内部が大きく損傷してしまったため、1967年に、 建て替えのため一旦閉店、1968年に再オープンした。1999年に新館がオープン。この時本館は、新館との連絡通路を確保するため、地下1階から4階までのバックヤードと5階の旧、採事場を潰して、売り場に改装し、また客用3台、事務用2台あったエレベーターを、 客用一台を残して撤去し、残したエレベーター裏手に、客用、事務用一台ずつ設置する手法が取られた。2006年11月、隣接する丸亀町一番街に高級ブランド店をオープンさせ、本館も全館リニューアルオープンした。三越の親会社である、三越伊勢丹ホールディングスによる、司法店舗の分社化に伴い、2010年4月1日に、 株式会社高松三越として分社化された。なお、高松三越という名称は分社改善より通称として使用されていた。2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックにより、およそ1ヶ月間の休業を行ったほか、営業再開後も出入り口の限定、マスク着用の呼びかけ、入り口でのサーモグラフカメラによる、 検温、熱発射入店者時などの感染拡大予防対策が行われている。高松三越が運営するサテライトショップに三越坂で三越丸亀三越観音寺がある。ありがとうございます。